川崎フロンターレが17日、神奈川、川崎市内で18日のホームでのガンバ大阪戦に向け調整を行った。日本代表の欧州遠征から戻った DF 車屋慎太郎、25、は先発が濃厚で、敗れ。では鹿島アントラーズの優勝が決定する一戦を前に、絶対負けてはいけない。ホームの試合はあと2戦。サポーターにしっかり、戦う部分やこれまで積み上げてきたサッカーを見せられれば、と誓った。3日のルヴァン杯決勝ではセレッソ大阪に敗れ、初タイトルを逃した。相手の守備を上回る攻撃力がなかった。もっと自分たちの実力を磨いて、圧倒するのが一番タイトルに近づく。技術、メンタルをすべて磨いていかないと、と振り返る。日本代表の欧州遠征では出場機会がなかったが、ブラジル、ベルギーと世界トップレベルの技術とスピードを体感し、十分な刺激を受けて戻ってきた。過密日程にも、もうじっくり寝られたので時差ボケは心配ない、ときっぱり。まだ、リーグでの、優勝の、可能性は残されている、と、最後までタイトル争いに食らいつく覚悟だ。